このね、しっとりとしたツヤ感、もうほんとサテンとかベルベットそのものです。皆さんこんにちは、アパレルバイヤーのゆうこです。今日は2022年新作春コスメと最近私が購入したメイク品を使ってレビューとともに毎日メイクをしていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただければと思います。それではまずは前編、アイシャドウまでスタート。はい、今すっぴんでコンタクトレンズを入れてクリームまで塗ってある状態です。はい、まずは私がね、すごく気に入って使っていたハリのファンデーション V3 ファンデーションから新作が出まして、このね V3 シャイニングファンデーション、こちらを使っていきたいと思います。こんな感じでこのね真ん中をキュッとこう押していただいて、出たファンデーションをスポンジでくるくるくるとよくなじませて、顎下からトン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 と塗っていきます。こう引き上げる感じで、ここでね軽くこうプッシュしてあげるような感じですね。前のファンデーションよりも割とねさっぱりしてる感じがする。でもう少しも、もう片方ね押していただいて、トン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 と引き上げながら針を押し込むように塗っていきます。あとはおでことか鼻とかのね細かいところを残ったものでトントントンと塗っていきます。なんかね使用感はさっきも言ったんですけど、ちょっとねさっぱりしたような気がするのと、あとねカバー力が前よりもすごく出ましたね。なんかツヤっていうよりカバー力が出た気がする。しっかり隠してくれます。なんかこのねさっぱり感は春夏にすごく合うような気がします。首にも残ったものを塗ってしまいましょう。どうかな、結構白いけど、アラフィフの肌なんてね1時間もするとすぐ黒くなっちゃうから、もうねすぐくすんじゃうんで、このぐらい白く上がっても大丈夫だと思う。いいですね、すごく。次にシェーディングいきます。私はこちらの&B のコントアペンを使っています。こんな感じで出していただいて、ね、頬のいらない部分とか、ちょっとねシャープに見せたいところに思いっきり入れていきます。うん、ね、あとねこの鼻筋をねしっかり出してあげたいので、ノーズシャドウとか鼻の下とかにも入れてあげます。そしたらスポンジでぼかしていきます。私20年ぐらい前に朝起きていきなりね気絶して、なんか顔からね床に落ちて鼻を思いっきり折ったことがあって、鼻がね曲がってるんですよね。もうあの時は本当にね腫れ上がって大変でした。うん、こんな感じ。ファンデーションの仕上げは V3 って結構ツヤが出るので、崩れを防止するのに私はねこちらの&B のプレストパウダーを使っています。こんな感じで私はブラシで使うんですけど、マットな仕上がりにしちゃうとねのっぺりしちゃうんですけど、これねハーフマットなのでツヤ感が残って透明感が出るのでね、すごくね気に入っています。はい、まずはエクセルのアイプランナーから春の新色3色とハイライトを1色購入したので、そちらを使っていきたいと思います。まずこちらが、もうね老眼で小さい字が全然見えない。まずこちらが、XL アイプランナー R の1番バニラムスクですね。
すっごいね、質感がしっとりしてます。こんな感じのハイライト、これね新色じゃなかったんですけど綺麗な色なんで買っちゃいました。はい、次がねこちらのね、アイプランナー R08 ショートホイップですね。これはね、どうかな、わかりますかね、上品なベージュっていう感じで、すごくねあのツヤ感質感がいいですね。はい、次がこちらの G の1番ラブロマンス。これがねあの G シリーズってグロッシーシリーズっていう新たに加わったそうなんですけど、これねなんかねここですね、グロッシーなだけあってこうねベルベットのようなすごくねツヤ感のある質感です。で色はねあのローズっぽい感じかな。すごくね質感があのしっとりしてねいいですね、濡れたような質感。最後に、こちらのアイプランナー G04 オーバーランデブー。こちらはねこちらもね G なんでグロッシーシリーズ、グロッシーシリーズですね。やっぱりねすごくね濡れたようなこうグロッシーって感じのとてもねいいツヤです。こんな感じでは塗っていきます。これはねパレットではないので自己流で塗っていきます。私目の周りに割とね赤い色素沈着があるので、最初にねこちらの R の1番のハイライトから入れていきたいと思います。まぶた全体と涙袋のあたりにも入れちゃいます。明るくなったかな。次にこちらの R の8番肌なじみの良いベージュを眼球のねくぼみの上のあたりまで塗っていきます。ちょっとね目に華やかさと影を出します。涙袋にも塗ります。次にこちらの G の1番のちょっとローズっぽい感じの色を二重幅の上のあたりまで塗ります。涙袋の際も入れて締めます。 G の4番赤みのあるブラウンをアイラインのあたりに入れます。で色はね濃そうなんですけどそんなにねすごく濃くつかないのですごくね使いやすいですね、この色。最後にこちらの R の1番のハイライトを目の真ん中に塗って立体感を出します。ちょっとねこの目頭とかこの鼻骨の下のあたりとか涙袋の真ん中のあたりに入れてあげると華やかになると思います。はい、エクセルの新色メイク完成です。すごくね綺麗なグラデーションが出ました。エクセルの新色ねカラーもさることながら質感がねすごくいいです。こう濡れたようなねしっとりとした質感でツヤ感があって立体感がねすごく出しやすかったです。次にこちらのセザンヌの新色からセザンヌニュアンスオンシャドウ04番キャメルブラウンを使ってみたいと思います。これワントーンのオレンジパレットですごくトレンド感があります。華やかなトレンドメイクができそうです。色味はこんな感じです。ハイライトはねもうほとんど色がつかない大粒のねラメっていう感じです。あとこちらがねあの赤みのブラウンとオレンジとあと濃い赤みのブラウンのパレットになります。それでは塗っていきたいと思います。まずはねこちらの右上をまぶた全体に塗っていきます。これ結構ね赤みが強いかと思ったんですけど肌にはね馴染みますね。こんな感じ。次にこちらの左下を目尻からくぼみの内側に向かって入れます。うん、なんかキャメルブラウンだけあってすごくねキャメル感がある色です。
次にこちらの右下をアイラインを塗るあたりに塗ります。最後にこちらの左上のハイライトを目の真ん中のあたりと目頭と涙袋にも入れます。あ、これはね、もう色っていうよりラメで華やかさを出す感じです。はい、セザンヌの新色アイメイク完成です。こんな感じのグラデーションになりました。赤みのオレンジでナチュラルな華やかさとトレンド感のあるメイクになりました。こちらがエクセルで、こちらがセザンヌです。違いわかるかな。セザンヌはパレット構成がすごくよくって、簡単にトレンド顔を作れるところが魅力的だったんですけど、私はね、このエクセルのツヤ感と質感に惚れ込めました。なので、今回はエクセルのアイプランナーを使って両目を統一したいと思います。じゃーん、両目エクセルになりました。もうね、このね、しっとりとしたツヤ感、もうほんとサテンとかベルベットそのものです。で、50代のね、目元ってちりめん状のシワがね、本当にすごく気になるんですけど、このしっとり感ですごく自然にカバーしてくれるし、まあ上品な華やかさがあって、プチプラなのにもうこれすごいです。感動しました。はい、それでは後半は新作のリップや頬紅なんかのレビューを交えてメイクを完成させていきたいと思いますので、ぜひ後半もご視聴いただければと思います。2、3日後にはね、配信できるかと思います。もしこの動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。はーるよ来い、早く来い。